彼のすぐ前である。宝一、太い声が呼んだ。しかし盲人は息を殺してじっとしていた。宝一と、またもや不気味に声が呼んだ。それから三度目の声が荒々しく、宝一。宝一は石のようにじっとしていた。700年余り昔、下関海峡の壇の浦で長年にわたる平家と源氏の争いの最後の合戦が行われた。この壇の浦で平家は一門の女子供はもとより、今日安徳天皇として記憶されている妖精もろとも完全に滅亡したのであった。そしてそれから700年の間、その浦と海岸は怨霊にたたられてきた。別のところで私はその海にいる平家ガニという不思議なカニについて述べておいたが、それは甲羅に人間の顔がついており、平家の武士たちの生き霊であると言われている。しかしこの辺り一帯の海岸には今でも妙なことがいっぱい見聞きされる。真っ暗な夜、幾千とも知れぬ因果が渚の辺りをさまよったり、波の上をふわふわ飛んだりする。漁師たちが鬼火と呼んでいる青白い光である。そして風の立つ時、決まって時の声のような大きな共感がその沖から聞こえてくるのである。以前は平家の人たちも今よりもっと落ち着きがなかった。夜半通りかかる船の周りに現れてそれを沈めようとしている。またいつも泳いでいる人たちを待ち構えていて、水中に引きずり込もうとした。阿弥陀寺という寺が赤間ヶ関に建てられたのはこれらの死者を沈めるためである。墓地もまたそれに接して海辺の近くに作られた。そしてそこには受水した天皇やその主だった家臣たちの名を刻んだ碑がいくつか建てられた。それから彼らの菩提を弔うために毎年忌日にはそこで法要が営まれた。寺が建てられ墓が作られてからは平家の人たちも前ほど人を困らせることはなくなった。それでも彼らは時々妙なことをしでかす。まだ十分安息を得ていない証拠であろう。数百年前、この赤間ヶ関に宝一という盲人が住んでいた。この男は琵琶の弾き語りで名を知られていた。幼児から琵琶を教え込まれたのである。そしてまだ子供のうちからすでに死をしのいでいた。本職の琵琶法師として彼は主に平家と源氏の物語を語ることで有名になった。そして壇の浦の合戦の壇を語らせると鬼神も涙をとどめえなかったと言われている。初めて世に出た頃、宝一は非常に貧しかった。それでも力になってくれる良い友を得た。阿弥陀寺の住職は詩や音楽が好きであった。そこで住職はしばしば宝一を寺へ招いて琵琶を語らせた。後にこの少年の素晴らしい腕にひどく心を動かされて、住職は寺へ来て住むように申し出た。この申し出は喜んで受け入れられた。宝一は寺の一室を与えられた。そして食事と宿のお礼として、他に約束のない晩には琵琶を語って住職を慰めるだけでよかった。ある夏の夜、住職は檀家に不幸があって法事を行うために呼ばれた。そこで小僧を連れ宝一一人を寺に残して出かけた。その夜は暑かった。宝一は涼もうと思って寝間の前の縁へ出た。その縁先から阿弥陀寺の裏手の小さな庭が見渡せる。縁で宝一は住職の帰りを待っていたが、琵琶の稽古をして寂しさを紛らわそうとした。もう夜半も過ぎていた。
が、住職は一向姿を現さない。しかし、ヤキはまだ熱がこもっていて、部屋でくつろぐこともできない。法一はそのまま戸外にいた。ようやく、裏門から人の足音の近づいてくるのが聞こえてきた。誰かが庭を横切り、縁へまっすぐ進み寄り、彼のすぐ前で立ち止まった。が、それは住職ではなかった。太い声が、盲人の名を、侍が目下の者を呼びつけるように、高飛車に、しかもぶしつけに呼んだ。法一。法一は驚きのあまり、しばらく返事もできなかった。すると、声はまたもや、厳しい命令するような口調で呼んだ。法一。はい。と、盲人は、その威嚇するような声に怯えて答えた。私は盲でございます。どなた様がお呼びなのかわかりません。何も恐れることはない。見知らぬ男はいくらか声を和らげていった。身どもはこの寺の近くに泊まっておるものであるが、お前に用があって参った。身どもの主君はやんごとなき身のお方、皇位のご家来衆をあまたお引き連れの上、ただいま赤間ヶ関にご逗留である。主君には壇の浦の合戦の後をご覧になりたいとのおぼしめし、したがって今日そこをお尋ねなされた。が、お前が合戦の模様を語るのに巧みなことを耳にされ、改めてお前の琵琶をお聞きになりたいとのおぼしめしじゃ。それゆえ、琵琶を携え、早速、身どもに従って、後期の方々のお待ちになっておられる館へ参るがよい。当時、侍の命令に軽々しく背くことは許されなかった。法一は草履を履き、琵琶を抱えて、その見知らぬ男に従って出かけたが、侍は巧みに案内したものの、それでも大急ぎで歩かねばならなかった。引いてくれる手は、鉄のようである。そして武士の足を踏み出すごとにガチャガチャ鳴る音から甲冑に身を固めていることが分かった。多分金盤の警護の武士なのであろう。法一の最初の驚きは消えた。彼は身の幸運に思い巡らし始めた。というのは、先ほどこの家来がやんごとなき身のお方といった言葉を思い出し、琵琶を聞くことを所望された主君とは少なくとも一流の大名に違いないと考えたからである。やがて侍は立ち止まった。どうやら大きな門の前に立っているようである。が、彼はいぶかしく思った。町のこの辺りに阿弥陀寺の総門のほか大きな門を思い出せなかったのである。開門。侍は呼ばわった。すると、かんぬきを外す音が聞こえた。二人は進んでいった。広い庭を横切り、再びどこか入り口の前で立ち止まった。家来の者は大声で叫んだ。誰かある、法一を連れて参った。すると、急ぎ足の音、襖を開く音、雨戸を来る音、女たちの話し声などが聞こえてきた。その女たちの言葉遣いから、それがどこか高貴な殿中の侍女たちであることが法一に分かった。しかし、どういうところへ案内されたものか、見当もつかなかった。思案する暇もなかったのである。手を借りて、石段をいくつか登ると、登り切ったところで草履を脱ぐように言われ、その後女の手に導かれて果てしなく続く磨き込まれた板張りを進み、覚えきれぬほど多くの柱の角を曲がり、びっくりするほど広い畳敷きを通って、大きな広間の真ん中に案内された。そこには大勢人が集まっているように思われた。絹ずれの音がまるで森の木の歯のざわめきのようであった。大勢ガヤガヤ、小声で言い合う声も聞こえる。言葉は天上の言葉であった。
法一は楽にするようにと言われて気づくと、自分のために敷物が出されてあった。そこへ座って琵琶の調子を合わせていると、女の声が、侍女たちを取り締まる老女と思われたが、彼に向かって言った。では琵琶に合わせて平家一門の物語を語るようにとのことでござりまする。さて全曲を語るには幾晩も必要とした。そこで法一は思い切って尋ねた。なかなか全部を語るわけには参りませんが、どの段を語れとご所望でございましょうか。女の声が答えた。壇の浦の合戦の下りを語るように、そこがひとしお哀れの深いところでありまするから。そこで法一は声を張り上げて悲痛な船戦の下りを歌った。貝を操る音、船の突き進む音、風を切って飛ぶ矢の音、人々の雄たけびや足を踏み鳴らす音、甲冑に太刀のぶち当たる音、切られて海中に落ちる音など、驚くほど巧みに琵琶を弾き鳴らした。すると断層の合間合間に左右でささやく称賛の声が聞こえた。なんという素晴らしい琵琶法師であろう。国元ではこんな琵琶は聞いたことがない。日本広しといえども法一ほどの歌い手はまたとあるまい。すると新たな力が湧き起こり、法一はますます巧みに弾きかつ語り続けた。そして簡単のあまり辺りはひっそり静まり返った。しかしついに美しいか弱い人々の運命、女子供の哀れな最後や幼い天使を胸に抱いた二位の尼の受水の下りに差し掛かった時、聞き入る者はことごとく皆長くおののくような悲痛な叫ぶ声を上げた。そしてその後彼らは声を上げて激しく泣き悲しむので、盲人は自らの書き起こした悲嘆のあまりの激しさにただ驚くばかりであった。しばらくの間嘆きすすり泣く声が続いた。しかし次第に悲嘆の声も消えていった。そして再びそれに続く深い静寂の中から、法一はあの老女と思われる女の声を聞いた。女は言った。そなたは琵琶の名手、弾き語りに学ぶもののないことはかねて聞き及んでおりましたが、この夜そなたが示されたほどのお腕前とは思いも及びませなんだ。我が君もことのほかご満足で、応分の褒美を取らせるお考えであるとのお言葉でありまする。それにしてもこれから6日の間、毎夜午前において琵琶を聴かせるようにとのおぼしめし、その後おそらくご祈祷に疲れる。したがって明晩も同じ時刻にここへ出向かれるように、今夜案内いたした家来の者がやはり迎えに参るはずである。なおもう一つ申しておくようにとのお言葉であります。我が君が赤間ヶ関にご逗留の間は、そなたがここに参ることをどなたにも申してはならぬとのご希望、忍びのお旅であるゆえ、このことは一切口外せぬようにと仰せられる。さてもう寺へ引き取られてよろしゅうございます。法一が熱く礼を述べ、女に手を引かれて館の入り口まで来ると、先ほど案内してくれた侍が待ち受けていて、寺へ連れて行った。侍は寺の裏手の縁まで来ると、そこで別れを告げた。法一が戻ったのはもう明け方であった。しかし寺を開けたことは気づかれなかった。住職は大変遅くなって帰ってきたので、彼が眠っているものとばかり思っていたのである。日中法一はしばらく休むことができた。そして不思議な出来事については
何も言わなかった。次の晩の夜中になると、侍はまたもや彼を迎えに来て、高貴な方々の一座に連れて行き、そこで再び法一は琵琶を語って、前夜と同じく上首尾を博した。しかし二度目に出かけている間に、寺を開けていることが図らずも見つけられた。そして明け方帰ってくると、住職の前に呼び出された。住職は優しくたしなめるような調子で彼に向かっていった。法一よ、わしらはお前のことを大変心配していた。目の見えないお前が一人であんな遅い時刻に出かけていくのは危ない。なぜわしらに一言も言わないで出て行ったのかね。下男を共にさせることもできたのに、一体どこへ行ってこられたのじゃ。法一は言い逃れに答えた。和尚様、お許しください。ちょっと私事がありまして、他の時間では都合がつかなかったものですから。住職は法一の口が重いのに感情を害するよりもむしろ驚いた。どうもおかしいと感じ、何か良くないことでもあるのではないかと思った。この盲目の少年が何かもののけにたぶらかされるか迷わされていることを恐れたのである。彼はもうそれ以上尋ねなかった。しかし密かに寺男たちに法一の行動を見張って、もし夜更けにまた寺を抜けるようなことがあったら後をつけるように言いつけた。するとその晩、法一が寺を抜け出していくのが見られた。そこで寺男たちはすぐさま提灯をつけてその後をつけた。しかし雨の夜で非常に暗かった。寺男たちが通りへ出ないうちに法一の姿は見えなくなった。確かに法一はひどく急いで行ったものらしい。彼が盲であることを考えれば、これは奇妙なことであった。というのは道の状態が悪かったからである。寺男たちは町中を急ぎ、法一がいつも行きつけている家を訪ね歩いたが、誰も彼について知っているものはなかった。とうとう海岸伝いに寺の方へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中から激しくかき鳴らす琵琶の音が聞こえてきたのでびっくりした。いくつかの鬼火のほか、暗い夜にはいつもその辺りにちらちら見られるのだが、そこいらは真っ暗闇であった。しかし寺男たちはすぐに墓地へ急いだ。そしてそこで提灯の明かりを頼りに法一の姿を見つけた。雨の中を安徳天皇の陵墓の前に一人座して、琵琶をかき鳴らしながら壇の裏の合戦の下りを声高らかに語っているのである。そして彼の後ろや周りや墓の上の至るところに幽霊火が見明かしのように燃えていた。かつてこれまでこれほどの鬼火が人の目に触れたことはなかった。法一さん、法一さん、寺男たちは叫んだ。あなたはたぶらかされているのです、法一さん。しかし盲人には聞こえないかのようであった。力を込めて彼は琵琶をかき鳴らした。ますます激しく彼は壇の裏の合戦の下りを歌い続けていた。寺男たちは彼を捕まえ、その耳元で叫んだ。法一さん、法一さん、一緒にすぐ帰りましょう。すると咎めるように彼は言った。やんごとない方々の御前でそんな風に邪魔立てすることは許されませぬぞ。これには不気味な思いに駆られながらも、寺男たちも笑い出さざるを得なかった。もうたぶらかされていることに確信を持った彼らは、今度は彼を捕まえて引き起こし、力ずくで急いで寺へ連れ帰った。そして住職の指図に従い、
早速濡れた着物を脱がせ、新しく着替えさせ、食べ物や飲み物を与えた。それから住職は友人の驚くべき行為について詳しく説明するよう迫った。法一は長いこと話すのをためらっていたが、とうとう自分の行為が実際に人のいい住職を驚かせ、怒らせていることがわかると隠し立てをやめることにした。そして初めて侍が訪ねてきた時から起きた出来事をありのまま語った。住職は言った。法一よ、かわいそうに。お前は今大層危ない目に遭っている。もっと前にすっかり話してくれなかったのは何とも不運だったな。お前が琵琶に優れていたばかりに、実際妙な災難に巻き込まれてしまったのだ。今となってはもう分かったと思うが、お前はどこか人の家に行っていたのではなくて、墓場の平家一門の墓の間で夜を過ごしていたのだ。今夜寺の者たちが雨の中に座っているお前を見つけたのは安徳天皇の御陵の前だった。お前が想像していたことは、死んだ人間が呼びに来たことのほか、皆幻なのだ。一度彼らの言うことに従うと、もうその手のうちに落ちてしまったことになる。すでにこうなってしまった以上、再び言うことに従ったら、お前は八つ咲きにされるだろう。だが、いずれは、とにかく、お前を取り殺すところだったのだ。ところで、わしは今晩、お前と一緒におることはできない。ちょっとよそへ、法事に呼ばれているのだ。しかし、出かける前に、お前の体に経文を書きつけて、守ってやる必要があるだろう。日の沈む前に、住職と小僧は、法一を裸にした。それから筆を取って彼の胸や背中や頭や顔や首や手足に足の裏や体の隅々に至るまで般若心経の経文を書きつけた。書き終わると住職は法一に諭していった。今夜わしが出かけたらすぐにお前は縁側に座って待っているがいい。すると迎えが来る。だがどんなことがあっても返事をしてはならない。動いてもならぬぞ。何も言わずじっとしているのだ。座禅をしているようにな。もし少しでも動いたり、物音を立てたりすると、お前は引き裂かれてしまう。怖がらずともよい。それに、助けを呼ぼうなどと思ってはならぬ。助けようがないのだから。ただ、わしの言うた通りしておれば、危険は去って、もう怖いものはなくなるのだ。日が暮れて、住職と小僧は出て行った。法一は言われた通り、縁に座った。琵琶を横の縁板の上に置き、座禅をする姿勢でじっと静かにしていた。咳一つせず息を殺すようにしていた。幾時間も彼はそうしていた。やがて、通りの方から足音の近づいてくるのが聞こえた。それは門を通り抜け、庭を横切り、縁に近づいて立ち止まった。彼のすぐ前である。法一。太い声が呼んだ。しかし、盲人は息を殺してじっとしていた。法一。と、またもや不気味に声が呼んだ。それから三度目の声が荒々しく、法一。法一は石のようにじっとしていた。すると声はつぶやくように、返事がないな。これはいかん。やつめはどこにいるのか見てくれよ。縁に上がる激しい足音がした。それはゆっくり近づいてきて彼のそばで止まった。それからしばらく、その間法一は鼓動に合わせて全身の震えるのを感じた。死のような沈黙があった。ついに荒々しい声が彼のすぐ脇でつぶやいた。ここに琵琶があるぞ。が、琵琶法師は、
耳が二つあるだけだ。なるほど。これでは返事をしないはずだ。返事するにも口がない。耳のほか何も残っていない。よし。我が君にこの耳を持ってまいろう。できる限り仰せの通りにしたという証拠に。その瞬間、方一は両耳を鉄の指にぐいとつかまれ、引きちぎられるのを感じた。痛さは非常なものだったが、声は上げなかった。荒々しい足音は円図体に遠ざかり、庭へ下り、通りへ出て、消えた。頭の両側から生温かいドロドロしたものが、たらたら落ちるのを盲人は感じた。が、彼は手を上げようともしなかった。夜の明けるのを前に、住職は帰ってきた。すぐ裏手の縁に急ぐと、何かネバネバしたものを踏みつけて滑り、恐怖の叫び声を上げた。提灯の明かりで見ると、そのネバネバしたものは血であった。しかし、方一はそこに座禅の姿勢のまま座っていた。傷口から血をポタポタ垂らしながら、かわいそうに、方一。と、びっくりして住職は叫んだ。これはどうした？怪我をしたのか？住職の声に、盲人は安堵した。いきなりわっと泣き出し、涙ながらにその夜の出来事を語った。かわいそうに、かわいそうに、方一。住職は叫んだ。みんな、わしが悪かったのじゃ。わしのひどい手抜かりじゃった。お前の体中経文を書いておいたのに、耳だけ抜かった。その辺は小僧に任せた。しかし、やった後確かめなかったのは、重々わしが悪かった。が、もう仕方がない。できるだけ早く傷を治すしかあるまい。元気を出せ、おい。もう危険は去ったぞ。二度とあんな奴らが来ることはないぞ。良い医師の手当てによって、方一の怪我は間もなく治った。この不思議な出来事の噂は、あちこちに広がり、たちまち彼は有名になった。多くの高貴な方たちが、彼の琵琶を聞きに赤間ヶ関へやってきた。そして、たくさんの金子が贈られた。そこで彼は金持ちになった。しかし、この出来事があって以来、彼はもっぱら、耳なし方一という呼び名で知られるようになった。